なんか上皇ご夫妻が引っ越しをする件について、女性セブンが記事にしてましたけども、今現在高輪の方の仮御所に住んでて、4月にも赤坂御用地に、引っ越しされるっていう形で、ただまだその赤坂御用地の方では支出の部分がまだ改修工事が完了しないっていう形で、あ、まだ終わってないんですね。でこれが完了するのが3月中に終わるかなっていう形で、だからそれで4月頃には引っ越しをするんちゃうかっていう形で、書いてあったんですけども、まあ、もうだから直前ですよね、完成間近というか。そうですね。仮のね、場所にも結構5億円ぐらいお金かけたみたいですけど、仮住まいにも。一応新しい住まいの方にはもうバリアフリー化とかもされたりとか、エレベーターとかもね、ついてるみたいで、ああ、いい。一応3月には完了するっていう形で、もうそこで最後まで行くって感じですもんね、年齢的には。そうですね。ちなみにその仮住まいの方は、羽田空港とかの発着とかの国際線ルートの変更とかもあったみたいで、その辺で結構飛行機の騒音とかもあったみたいですね。あ、そうなんですね。じゃあ、あんまり良くなかったんですね。嫌やったから早く引っ越したいっていう形で、なったんかもわかんないですね。そういう音とかも気になるっていうことは、耳はまだ悪くなってないんですね。年齢的には結構耳が遠くなるような年齢ですけど。それもあるし、寝る頃にはね、うるさくないわけやからね、そこまで。確かに、確かに。そうですね。意外とだから部屋の中とかにいても、なんかすごいいい家やから、ね、壁とかも分厚くて、外の音を遮断できるんかなっていう思ってましたけど、そんなことはないんですね。そうですね。引っ越しするだけでも、まあ、あの年齢、88歳とかぐらいになってくると、まあ、しんどいというか大変やと思いますけど、体力使うし。ただその騒音が問題であれば、これから引っ越しするところもまだ騒音があるんでね。確かに。4月からも騒音があるんで、どうするのかってとこですね。4月はその他のエリアの改修工事があるんで、まだ騒音があるって形ですね。まあ、多少はね、とはいえ別に夜はね、静かでしょうし、夜まで工事しないですからね、おそらく。そこはちょっと多めに見てくださいみたいな感じなんじゃないですか、周りの業者の方も。見てくださいっていうよりも、別にその引っ越さなくても大丈夫なんですよ。ああ、今の仮住まいの場所から。そうです。だからまあ、天皇陛下をその生前退位された時っていうのは、1年間引っ越しをしなかったんですよ。その仮住まいの方にね。で、ずっと無視して、なかなか出なかったのに、で、今度もその工事が完了した途端に、まだ他のところが工事中やのに、その工事中でもいいから引っ越しするわみたいな感じで、帰ってくるっていうことですね。その戻ってくる場所ってくるのが、その赤坂御所なんで、その秋篠宮様とかも住んでるところなんで、そこに近づくっていう形で、いろいろと企んでるんですか？企んでるのか、そういう形でやるのか、わかんないですけどね。まあ、確かに近くなったらいろいろ交流が持てますもんね、気軽に。そうですね。もともとね、その眞子さんに関しては、小室圭が金銭的に安定した経済状況が作れてなかったら、結婚は難しいみたいな感じではね、あったんですけども、それを無視して結婚っていう形ではあったんでしょうけどね。一応その結婚する前のことも書かれてましたけども、一応5月には卒業して、司法試験を7月に控えた状態っていう形で、ただその大学院での成績とかも最優秀の次の優秀ランクっていう形で、合格は間違いないだろうっていう形で予想してたんで、確かにそれね。もあっただろうし、実際に去年のデータとかも持ってるでしょうから、卒業した生徒の9割以上が合格とか、そういう感じなんで、その最下位グループじゃなかったら合格するだろうっていうことで、合格するっていう形で考えてたんでしょうね。当然その最下位グループとかでも多分合格率は50%ぐらいあったでしょうから、そう考えると、その優秀、最優秀の次のグループだったら、まあ受かるだまろうず間違いなく受かるだろうっていう形では考えてたんかもわかんないですね。ドベじゃなければぐらいのね 勢いというか。そうですね。その小室家は就職して、経済的に安定っていう項目を、クリアしないといけないと思ってたのか、一応就職活動とかはしてたみたいですけども、ただ同級生とかはもう結構早めにそういった活動はしてるんで、2年目とかにはね、インターンとかも経験、1年目とかにインターン経験したのかな。2年目とかにはもうすぐに就職活動ができているとか、そういった形ではあったんですけども、小室家はなかなか決まってなかったから、いろんなところに断られまくったみたいだけども、一応ゲイリー森脇さんとかに拾われたりとかして、でそこからサンドラを紹介してもらったっていう形で、ただ弁護士じゃなくて法務助手っていう形で、
まあ、採用されたっていう形なので、面接で受かったのが決まった時には一応小室圭は、まあ、マックさんに報告をして、はい、でそこからまあその新居探しというか、まあ、新しい住まいを探してたっていうところで、うん、ただそのまあマンハッタンよりも、まあ、マンハッタンってのはまあ小さいところしか借りれないというかね、そのもともと家賃が高いんで、はい、まあ、その辺でまあボストン郊外の物件とかは一軒家とかを探してみたいですけども、あ、一軒家で実際にその現地とかに物件を見に行ったりとかもしたりとかして、はい、やってたみたいですけども、まあ、そこでちょうどまあその小室家を支援してるって言われてた一人で、まあ、立川ジュリアさんとかもまあボストンとかに住んでたんで、まあ、このボストンにまあ物件見に行ってたのはもしかするとまあそういった兼ね合いもあるのかなっていうところはまああるかもしれないですけども、もともと小室家が国際弁護士になりたいって言い出したのはこの立川ジュリアさんの影響っていう形で、まあ記事とかも書かれてたりとかしたんで、はいはい、まあ、あとなんか奥の総合法律事務所とかも立川さんの紹介っていう形でもまあ言われたりとかもしてるし、人脈を築いてくれた恩人って感じですね。まあどうなるかなってとこでしょうね。もともとその結婚報道されたのは読売新聞っていう形で、まあ2021年の9月1日にまあ眞子さまとまあ年内結婚っていう形でまあ報道があったんですけども、はい、でまあ9月16日に NHK がまあその小室圭が近く帰国をして結婚準備っていう形のまあ、報道があったんですけども、うん、まあ、ただその宮内庁としては、まあ、この頃にちょうどまあ菅首相がまあ退任にこう退任の意向を示したりとかいろいろまあややこしかったんで、なかなか日程がまあ難しいというか、まあ、もし朝見の儀とか行うんだったら天皇陛下と上皇ご夫妻の日程とかも調整が必要だから、あ、まあ、その辺でまあなかなかその、はいはい、まあ、報道されてもどうかなっていうところもありますけど、まあ、もしかしたらその宮内庁が読売新聞とかに頼んでこういう報道させたんかも分からないですけどね。頼んでわざとあらかじめそういう形でまあ報道させることによって、はい、あのまあ、実はこういう形で報道されてしまったんですけども、まあ、どうしましょうみたいな感じで、まあ、その方がね、あの聞きやすいでしょうからね。あ、まあ、逆に向こうから聞いてくれるでしょうからね。なんかこういう報道あったけどどういうことやみたいな感じで言ってくるから、まあ、実はなんかそういうことなんですけども、うん、なんかどうしましょうみたいな感じで、日程どうしましょうみたいな感じでね、うん、まあ、そういう調整とかもやりやすいから逆にリークさせたのかなっていうのもありますけど、あ、わざとね、まあ、この辺どうか分かんないですけども、うん、まあ、あとね、他にも、まあ、美智子様の、まあ、誕生日とか上皇陛下の誕生日とかそういったのに挨拶するかどうかとか、まあ、そういったのもね、はいはいはい、あの、まあ、あったし、ただそのこの会見に関してはもともと4年前に婚約内定会見をしてたんですけども、はい、実はその頃にその今の天皇陛下には伝えてなかったみたいですね。ああ、そうなんですね。だからその小室圭と眞子さんが婚約内定報道の会見をしてたんですけども、うん、まあ、それを公務先で知って驚かれたっていう形で、まあ、記事が書かれていて、はいはい、だまあその婚約内定報道を逆に知らされてなかったっていう形で、だからまあ強引に婚約内定報道しちゃえみたいな感じで、そういうこと、まあそのまあ、宮内庁が強引にまあ、仕切ってやったって形で、はい、まあ、天皇陛下を無視してやったって形ですね。それはなんか気悪いですね、天皇陛下的にも。そうですね。うん、で一応まあその当時の天、まあ、当時はまあ皇太子ですけども、天皇、まあ、皇后両陛下のまあ公務を調べてみたら、はい、まあ、その頃、まあ、2017年9月3日に婚約内定報道が行われたんですけども、うん、まあ、その9月2日と3日っていうのは天皇皇后両陛下はまあ奈良に行かれとって、第32回国民文化祭と第17回全国障害者芸術文化祭とか、まあ、そのハンドベルフェスタとか、はいはい、まあ、そういったのに出席されてたって形で、うん、まあ、その辺で当然宮内庁とかスケジュール分かってて、あえてそこの日にまあ婚約内定報道させたっていう形でぶつけたんですね、同じ日に。まあ、この辺がね、まあ、どうなのかなっていう形で、まあ、そこまでね忙しい日程でもないところに、うん、まあ、わざわざその出張、まあ出向公務を行ってる時に、まあ、そこに合わせてくるっていうところで、なんかおかしいですね、まあ、この辺が、まあ、ちょっとねどうなのかなってところも、まあ、ありますけども、まあ、一応その美智子様的にはその眞子さんというのは初孫っていうのもあったんで、まあ、朝見の儀を行ってほしいっていう意向だったんだけども、うん、まあ、その天皇皇后両陛下としたら、まあ、婚約内定報道とかも無視してやったっていうのもあるし、うん、まあ、国民の疑惑とかもそういったのも何も解決せずに、まあね、まあ、国民も無視をして結婚するっていう形になったんで、まあ、いろんなことを含めて朝見の儀やらんかったんでしょうね、さすがにね、怒って、まあ、朝見の儀は起こらないっていう形でなったんかも分からないですね。確かに私が判断しましたみたいなこと言ってましたもんね、会見の方で。そう、ね、ただまあその上皇ご夫妻と、まあ、その仲が悪いっていう形で言われたくないだから、うん、ないだろうから当然朝見の儀っていうのは行いたかったんだと思うんですけども、はい、ただまあそれもできないぐらい、まあ眞子さんが国民を無視したというか、まあ、そういったのがあってもうどうしてもまあ許せなかったっていうのはあるんかも分かんないですね。確かにね、眞子さんも周り見えなくなってたんでしょうね、もう小室圭さんに続婚で。そうですね、
で一応まあその宮内庁としても眞子さんに対して一応まあ結婚会見についてまあ質問とかあるだろうけども、まあそういったのを答えてほしいとか、まあそういう感じで言われたみたいですけども、まあ眞子さんは結婚会見したくないみたいな感じで、まあ9月頃には言ってて、はいはい、まあ文書だけで発表したいって感じでまあ言ってたんですけども、まあ、日本を離れたいという形で言われてたんだけども、まあ、一応まあその宮内庁側が何とか説得をして、はい、まあ、結婚会見に臨まれるという形で、まあ、決心されたという形 で、 で、まあ、その宮内庁としてもまあどうしても嫌がる眞子さんに対して、まあ、何とかまあ受け入れてもらおうという形で、もう質問は事前にチェックされたものだけしか受け付けないんで、まあ、それだけちょっとまあ記者会見で結婚会見で答えてくださいみたいな感じで、はいはいはい、まあ、お願いしてたみたい で、 で、まあ、それでなってたんだけども、実際やってみたら結局まあ、眞子さんは事前に質問あったやつですら、まあ、事実でないことが事実であるかのようにみたいな感じで、まあ、述べて、結局その文書回答でしか答えなかったというか、はい、国民にね喧嘩を打って、まあ、結婚してしまったから、結局はね誰からも祝福されることなく、いや、まあ、その結婚して、ね、うん、まあ、強いて言ったら、まあ、佳子さまと小室佳代さんぐらいは祝福してくれたんかも分かんないですけども、いや、まあね、まあ、それで、まあ、その結婚してニューヨークに行ったっていう形で、はいはいはい、ただまあ今なんかビザの方がいろいろとまあ問題になってるんだけども、うん、ちょっとまあこのビザの件でいろいろとまあ疑惑があって、この眞子さんのビザっていうのが、まあ、今小室圭の配偶者ビザっていう形で言われてるんだけども、はいはい、ただこれがそのヤフコメとかで気になるコメントがあってちょっとまあ見てみたら、うん、外交官ビザちゃうかっていうか、まあ、外交職員としての A2 ビザを保有してるんちゃうかっていう形のまあ指摘があって、だからまあその眞子さんがニューヨーク総領事の職員としてビザを保有してるんであれば、まあ、全て辻褄があるというか、うん、特別職員みたいな感じですね。そうですね、まあ、総領事の職員のとしてまあ、ビザが発行されているんであれば、うん、当然その住居費用とかも出してくれてても問題ないですし、まあね、でまあ、今当然小室夫妻が負担しないということはいろいろまあ報道されてるん で、 うん、でまあ、それも特にまあ住居費用も出してくれっててるっていう形で、まあ、全く問題ないし、はいはいはい、でしかもまあ職員だから、まあ、その警備とか、まあ、そういった一定のサポートとかも、まあ、問題ないと、まあ、問題なくなるというかね、まあ名目上問題なくなるというか、まあ、その給料とか賞与とか、まあ、そういった基本的な労働対価に加えて、うん、まあ、従業員とその家族に提供する、まあ、報酬として、まあ、福利厚生っていう形で、なるほど、ね、まあ、警備などがやられてるっていう認識ですね。まあだってね、実際眞子さんは外交とかでね公務とかもやってるから、いわゆる実績という意味でも、まあ、採用してもいいだろうみたいなことなんですかね。まあ公にはしないけどみたいな。そうですね、まあ、A2 ビザっていうのはもともとその面接も不要だし、うん、まあそのまあ、外務省を動かしていたっていう、まあ、皇族としての、ね、外交経験もあるっていうのもあるし、はいはいはい、まあ、それでまあその臨時職員としてまあ採用されたんちゃうかっていう形で、なるほどね。でもその報道統制したのもその一環というか、あまりバレたくないっていうのもあったんで、まあそれはね、まあ、報道統制したというか、はいはいはい。かといってでも今言われてみたいにね、警備に年間8億円とかもしかかってきたら、ちょっとねさすがにむちゃくちゃ。それは職員に対しての警備費用なんで、まあね、とはいえすごい。だ、まあだからその合法的な警備ですね。はい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 。確かに。もしこれが一般人に対して8億円の警備をやってたら問題なんだけども、まあね。外交官として警備をしてたら、まあ、一応合法は合法になるというかね、その、まあ、一応職員に対して金払いすぎやろっていうところはあるんだけども、ただですよ、まあ、合法にはなりますね。いや、まあ確かにね、違法ではないという、違法ではないというかね、まあ、そういう形になるんで、はいはいはい、まあ、そういう形にしたんちゃうかっていうところで、だから余裕なんですね、今司法試験2回目もなんか焦ってる感じもなく、なんか、そうですね、もしかすると小室圭は外交ビザの配偶者ビザというかね、そういう形で、まあ、一応外交ビザの配偶者ビザとかであれば普通に働くこともできるだろうし、確かに確かに、うん、まあ、問題なくなるっていう形で、なるほど、ね、一応まあその働くことはできるんだけども、まあ、一応まあ働く場合にはその雇用申請とかで、まあ、ビザ所有者本人の雇用主の団体とか省庁を通して、まあ、国務省とかに書類を提出しなければいけないんですけども、うん、まあさすがにそこまではしてないと思うけども、一応まあ国務省の推薦が得られたら、まあ、移民局とかに転送されたりとかして、はいはいはい、でまあ、そこでまあ申請が許可されたら、雇用許可証っていうのが得られるので、まあ、そこまでしてたら、雇用、まあ、小室圭も、ね、そこで働くことができるんだけども、確かに確かに、まあ、今の段階では一応学生の延長っていう形のビザしか多分ないとは思うんでね、この辺は。
まあ、どうなのかなっていう形ではありますけども、まあ、もしねその A2 ビザの配偶者ビザっていう形になっていったら、はい、もうかなり大問題というかその日本を騒がすような大事件に発展する可能性もあるしいや本当にね、この間あの珍しく読売テレビの上沼高田の食い付けっていう番組で上沼恵美子さんが小室圭さんにねなんか言及してて、はいはい、なんか2回目の司法試験あ映像とか見たけどなあのお腹みたいな お腹どないなっとんやみたいな、ああ言ってました言っててパンパンですけどみたいな、はいはい、もう少しちょっとキュッとしまっとかなあかんのちゃうんかみたいなこと言ってて、なんか珍しくそんな小室圭小室真子さんにねなんかそのテレビで言う人ってなんか珍しいじゃないですか今、はいはいはい、だからなんかね気にしてるのは皆さん気にしてますから、でもやっぱ余裕があるからお腹パンパンになってきたんですかね、もうどっしりと、ね、ただまあそういう形で考えると昭島様とかが、まあ、新任のニューヨーク総領事とかに呼びつけたことも、まあ、納得がいくというかね、はいはいはい、まあ、その眞子さんの職場に対して呼びつけたわけだから、ね、確かにまあその職場 の上司に対して呼びつけてね、本当、まあ、うちの娘がお世話になるからみたいな感じで、うん、まあ、実際その職員に対してね、まあ、会うのは全然不思議でもないし、はいはいはい、確かに、まあ、その辺があるんかなっていう形で、本当ですね、まあ、本来はその外務省の職員になったら国家公務員の試験を受けとかないといけないんですけども、はい、ただまあその皇族っていったらまあ国からお金もらって公務をやってるわけだから、ある意味まあその国家公務員といえばまあそういう形になるので、別に試験を受けなくてもまあ特別に国家公務員としての資格が得られるのかなっていう、そういうこと、まあ、強引なまあ認識をさせて、スレスレの憲法違反じゃないですけども、まあ、そういう形で国家公務員の資格とかを勝手に取得させたのかなっていう、そういうこと、まあ、可能性もあるし、ありますね、まあ、この辺がね、まあ、さすがにどうなのか分かんないですけども、はい、まあ、いろいろとね疑惑が尽きないというか、そうですよね、今のところはそれも確定じゃないかもしれないですけど、結構濃厚っていう線ですかね、そしたらまあどうなるか分かんないですけどね、今度まあ小室圭がまあウィスコンシン州に行くかどうかっていう話もあるけども、はい、まあ、それが本当であれば行くわけもないしね、確かに、うん、まあ、この辺がまあ、どうなのかな、もともとビスコンシン州自体が、まあ、ビザがねどっちにしても難しいみたいですけどね、あの普通に入るにしてもそのエルサットの試験っていうのは絶対に必要だし、はい、もうリモート授業にするにしても、まあ、リモート授業でやるんであれば日本でも行けるやろって形になるんで、はい、アメリカのビザが降りない可能性も高くなるんで、あ、まあ、これがどうするかっていうところもあるんで、はい、まあ、リモート授業も厳しいんちゃうかなっていうところで、まあ、今後ねそのビザをどうするのかっていう問題が、まあ、また新しい情報が出てくるかもわかんないですけども、まあ、どんな展開を迎えるのかね、皆さんの、まあ、コメントとかも寄せてもらえると嬉しいですね。そうですね、コメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。